あのー、僕はよく知らないコンビなんですけど、ウエストランドって、知ってるわ、いて。<laughs> よく知ってるわ。あのー、これがね、ええ、先週、昨日がまた、うん、あのー、あいつら、ブチラジっていうのがやってるんですけど、先週のね、うん、あの、ブチラジっていうのはね、うん、ちょうどその、マンザマン、ザマンザイの予選に落ちた、直後の、なるほど。あれなんですよ。うん、で、なおかつ、その、うん エレキテルが流行語大賞と。あいつら同期ですからね。そうですね。その、もう本当に天国と地獄の時の、もう、あの、井口のね、これはね、ちょっと、あの、見物なんでね、ぜひ皆さんもね、先週のブチラジっていうのをタイタンチャンネルで検索するとね、YouTube で出てきますよね。あの、人間が、この、 宮中に追い込まれたってう <laughs> <laughs> どうなるのかっていうのをねあ、あ,あの状態を見るのにはね、ええ、ええ、これほど興味深いものはないです。とにかくもう、あの、<laughs> が、もうなんていうのかな、いや、そりゃね、まあ、つって言いながら、うでも冗談じゃないんですよとか言ってんだけど、 いや、もう、それはもちろん僕たちはね、うん、あの、いけないのはわかる。うん、まず、もだってもう、うのもやさず受けてる、うんです。僕たち受かってんですから。うん、で、かといってね、でも、だからといってね、別に何が怖いことがあるんですか <laughs>。来年頑張りますとか言いませんよ、という感じなので、<laughs> もうさ、えー、もうなんかこう、えー、振り切れて、もう、ショックが隠しきれてないもんだから、 自分にいいろろ赤野郎とかさ、CX パーカヤロとかって言ったら振り切っちゃえばいいのに、いや、それは僕たちがね、それ言いながらも、でもね、1週間、抑えきれないもうね、ほとんどね、言ってる中身はね、号泣議員と一緒なんですよ、一生かやったってさーみたいな、もうね、ほぼ一緒なんだ号泣会見って。 こ、えー、れは笑いました、ね、呂 <laughs> <laughs> お前何やってる <laughs> お前号泣金じゃねえかと。泣いてこそないですよ。でももう泣いてるんですよ。<laughs> 気持ちは一緒 <laughs> 気持ちい一緒 <laughs> 一生懸命やったんですよーもうその心の叫びが <laughs> あそうう聞こえてきちゃった。それは見物だね。<ー>ね笑ったな、あれ。ああ<ー>、うん、そうですか。 それをね、もうずっと動揺を隠しきれないまんま顔引きつったまんま河本もフォローできないまんまもうずっと続くんですよもう悲しくなってくるような放送なんですよ笑っちゃったでその後あのえっとなんだ猫に鈴って出てきてまた盾のっていうのが井口と仲いいらしくて いやー井口君なの、今のは、ロックだねって、全然ロックじゃねえただの泣き言だよ、お前。ロックじゃない。うん。ええ。うん、笑っちゃいましたね。うん。今週は、まあ、だいぶ落ち着いて、まあ。あ、落ち着いてますかなんかちょっとまた弱気な感じに。いや、まあ、なんだかんだ言ってね。僕らが悪いんです、みたいな、そういう感じになってますけど。 もう別のことじゃん俺、本当、こういうところが好きなんだよ、もう、本っきりだめなものがだめになっちゃう滑稽なね、えところをね、それをまた隠さないところがまたね、まあそこ隠しきれてないんですよ、もうネタにできてないんですよ、全然、消化はされてないということですね。 かといって、じゃあもう毒つくわけでもないんです。もの揺れてるんですよ、すぐ。ずーっと。<laughs> でも、内容は号泣議員なんですよ。<laughs> 一生懸命やったんです。知るか、そんなの。お笑いが一生懸命やったらどうするんだっていうですね。そういう感じなんだけど。<laughs> そうなんだ、うん。受けなきゃダメなんだよ、っていうさ。さ、ね。ね。うん。 でなんか、あれ、ょ品できてる、あの、ヤフー検索アワードみたいのもなんか。あ、あれももちてきてなんかやってましたね。芸人ぶり回してましたそうそうね。一番、なんかすごい重たい、なんかこう、自分のべもみたいなやつ。うん、ねこう、検索のちょうどあれにもタバコつけようとしたらね。わっ、うんうん、当たり前じゃないですか、ね。<laughs> そりゃそうですよ。<ー>ねえ、ねえ、かれましたね。じゃあそこでね。いや、だから、明暗学級、ああ、れちゃった。 ねあの、いいとものレギュラー決まった時なんてね。そうですだいいとも終わらした男たちですからね、あいつらあの、長年続いた、た番組を、レギュラーになった瞬間終わったんですまあまあ、そうだよね。すごいですよ。すごいことだよな、そうか。ら最近、あいつらのね、画面をね、スマホとかで映すとね、各地で壊れてるんだって。なんだそれ。パソコンとか、スマホとかが、各地で壊れてるらしいんだよ。でしまいには、 あの、井口の、ああ井口がなんか、ちょっと何日間前に、サッカーやったらしいんだけど、ああみんなで最後にニコニコして、芸人でね、集合写真撮ったら、ああの井口の,くあの首のところに、黒い稲妻みたいな。<laughs> <laughs> じゃねねかよだもうすごいなお払いに行くらしいよあいつすごいなデス芸人だ完全に何だろうかで本当写映ってんの黒いギザギザみたいなそうなの井口の首のろでその写真見て恐ろしいですよ恐ろしいねそれ見るとみんなスマホが壊れるらしいですよあそうじゃあ見ない方がいいのかでも見てえなその写真